うちは家族4人なんですけども、4人でお昼を一緒に食べた後に次男坊だけが部活に行ってしまっていて、で大きい揺れが来てます。私が何をしたかというと、3日生きないと生き延びろって教わっていたので、その3日間に自分たちが食べるものを確保しなくちゃいけないと思って、大きい揺れが来た時に近くのコンビニに走って、長男と一緒に買い物をしました。でその間もずっと電話をかけ続けて、次男に次男と連絡がつかないっていうのをずっと発信し続けて、でそのうちに水が来たってなって、2階まで水が来たら諦めようよって話をして、一番必要なものだけ持って上に行った。本当に知識だけだったんですよ。それ以外は特別、長男の進学の時期だったので、レトルトとかカップラーメンみたいなものを全部買っといたっていうのが多分うち良かったのと思います。あとやっぱ暖を取るものを上に上げるっていうのとか、そういう知識があったのとなかったのとやっぱり全然違っていたと思うし、日常で自分たちが何が本当に必要なのか、その人その人が欲しいものとか、その時必要なものって違うと思うので、それは何なのかっていうのを話を聞くように持つっていうことと、やっぱりよその事例を知って自分のところだったらどんなものが必要かとか、そういうのを日常会話にするっていうのが大事。